那覇市議会では例年、那覇市で二次キャンプを張る読売ジャイアンツを歓迎するため、市長や議員らが一日だけジャイアンツカラーのオレンジ色のユニフォームを着用して歓迎ムードを高めています。今日は、知念市長や議員ら全員がユニフォームを着て2月定例会の初日に臨み、議場が一段と明るくなりました。読売ジャイアンツの那覇キャンプは今月16日に始まり、 28日まで行われる予定です。